今日から皆さんの担任になります、山下トールと言います。皆さんよかったら俺のことトールって呼んでや。トールって呼んでみて。トール、おい、下の名前で呼び捨てすわ。ごめん、俺ほんまこんな先生から。おもろそうな先生。もう結構適当でえで、俺あんま怒ったりせえへんから。ふぅーふぅーふぅー返しマジで。でも勉強は頑張ろうな、ほんまにな。うん、みんな個人個人研究頑張って、絶対いい大学、自分が行きたい大学、正直偏差値どうでもいい、自分が行きたい大学行くことが大事な。何か質問ある人。はい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 。何、すいません、いいですか。うん、なんかこの授業、はい、途中で終わって時間余るじゃないですか。その時でなんかこの自習する先生もいるんですけど、もう好きに遊んでいいよっていう先生もいるんですよ。遊んでええやん、それは。いいんですか。ええやん、ええやん。はい、最高。はいよ。じゃあ今日は大丈夫なのか。はい、じゃあこんなところで。はい、じゃあ今日は終わり、解散、バイバーイ。あ、すいません、すいません。あ、すいません。自由時間、遊んでいいって言ったじゃないですか。その時先生もなんか一緒に、あ、なんか一緒になんか、うん、1対1分かんない。1対1分かんない。え、もうその目2個、目2個こっち向いてるのが無理ない。え、目2個ワンセットこっち向いてるのが無理ない。何言ってるんですか。1クラス30人やから目60個は対応できんのよ、散らばるから。どういう意味ですか。目2個は無理ない。1対1は無理ない。1対1は無理ない。先生、1対1は無理ない。だから言うと先し質問先締め切って。目2個は無理ない。何言ってるの。目2個は無理ない。え、目に行くは無理やから。すいません、変な先生やった。あー、まだおるやん。うわ、怖っ。なんだ怖い。えー、まあいいけど。あれ見た後やと、はい、今日ここまでね。あれ見た後やと怖いわ。ジャルジャルタワー。